皆さんどうもこんばんは、とんこつこつです。今日はあいにくの雨の日曜日、ピーちゃんは推しのライブに行っているので家に一人。趣味の草野球も雨で中止になり、せっかくの週末家でダラダラしているだけではもったいないということで、岡山駅前に一人で飲みにやってきました。日曜日の岡山駅は人がちらほら。今日のお目当ての店はずっと行きたくてなかなか行けてなかったこちらのお店。日曜日の夜でも8割くらいの席が埋まっている人気ぶりです。早速メニューとにらめっこ。一人飲みの時は調子に乗って頼みすぎる癖があるので慎重に吟味します。鳥吉さんはメニューが豊富で、焼き鳥やら刺し盛りやら一品やらたくさんあるので、優柔不断には嬉しい悩みですね。悩んだ末に注文。すいません、鳥すとモロキューと串盛りを以上でお願いします。はい、以上でお願いします。まずは大好きな鶏すから。どこの居酒屋に行っても鶏すがあると真っ先に選んでしまいます。ここの鶏すはコリコリした大きめの鶏がスライス玉ねぎの上に乗っているタイプ。美味しかったです。鶏すが好きな理由として春雨が好きというのも一理あります。鶏すを食べているのか、それとも春雨を食べるために鶏すという手段を利用しているのか。難しいところですね。何にしてもここの鳥巣、個人的鳥巣ランキングでだいぶ上位に入るくらい好き系でした。ぜひ食べてみてください。続いてモロキューがやってきました。なんとも芸術的なモロキューです。こんなモロキュー初めて見ました。瀬戸内芸術祭とかに出されていてもおかしくないような芸術作品ですね。正直モロキューに芸術は求めていないのですが、美しければ美しいだけ目でも楽しめていいということですね。こういうちょっとしたこだわりがあるお店好きです。これがこだわりなのかは知らないんですけど。ありがとうございます。串盛りがやってきました。3本盛り合わせでもも、ねぎま、砂肝だったと思います。塩とタレが選べるのですが、迷ったら塩ということで塩にしてみました。目の前で丁寧に焼いてくれているのが見えていたので、もう食べる前からうまいのは分かっていたのですが、やっぱり美味しかったです。ハイボールが進みますね。一人飲みだとひたすら食べて飲んでいるのでお酒も料理も進みまくります。一人飲みの初心者の私はいつもどう立ち振る舞うのが正解なのか分からないので、食べる飲む食べる飲むの繰り返しで楽しんでいますが、一人飲みに慣れている方は皆さんどう過ごしているのですか。ぜひ教えてください。ちょうどこの席左上にテレビがあるので、テレビをちらちら見ながら焼き鳥を楽しんでいました。スポーツニュースが流れていて、世界の大谷さんの活躍が放送されていて、お酒が美味しいです。この日は大好きな阪神も劇的な勝利を収めていたので、より一層お酒が美味しいです。阪神の試合結果を見ながら、この後は近くの阪神居酒屋的なお店に行こうと心に決めました。焼き鳥も食べ進め、ネギマも砂肝もちょうどいい塩加減でハイボール流し込むと、もう最高です。焼き鳥を食べながら次なる注文をすべくメニューに手を伸ばします。お腹的には5分目、まだまだ食べたいところですが、この後2軒目に行くことを決めたので、ちょうどいいところを模索しています。迷いに迷った末注文したのは、まずはタコス。これタコがブリンブリンですっごい食べ応えがあるお得なタコスでした。焼き鳥も海鮮も美味しいなんて最強ですね。続いてやってきたのが天ぷらの盛り合わせ。先ほど言った一人飲みの時に出る悪い癖が出ました。だいぶ調子に乗りました。普段誰かと居酒屋に来ても天ぷらの盛り合わせなんてなかなか食べないのに、一人飲みで注文しちゃうところテンション上がって調子乗ってます。天ぷらの盛り合わせは5種類くらいの天ぷらがあって、玉ねぎ、ちくわ、鶏天などだいぶボリューミーでした。これで640円なので頼んじゃいますよね。サックサクに揚がった天ぷらをサクサク感が台無しになるくらい天つゆにびっしゃり浸して食べる。それをハイボールで流し込む。人生楽しいです。
これを見たピーちゃんに、調味料をつけすぎて将来高血圧で好きなものを食べられなくなるのと、今から少しだけにしておいておじいちゃんになった時一緒にお寿司を食べられるのどっちがいいと聞かれました。いつまでも一緒にお寿司を食べたいので調味料は少しにするようにします。というわけでごちそうさまでした。刺した念願の鳥吉さん、美味しかったですね。先ほど心に決めた阪神居酒屋は残念ながらこの日の営業は終了していました。またリベンジにやってきます。というわけで西口までやってきて、お気に入りののんきぼうさんへやってきました。それでは2軒目は締めを食べにのんきぼうに来ました。以前にも一人飲みで紹介したことのあるお店ですね。ここはなんといってもコスパがいいので大好きです。きゅうりとハイボールを頼んでしっぽりやっていきたいと思います。ここのお店は遅くまでやっているので、締めのお茶漬けを食べながらゆっくりピーちゃんの帰りを待ちたいと思います。以上、僕の不慣れな一人飲みの回でした。もっと練習して一人飲みマスターになれるように頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもいただけると嬉しいです。それではじゃあのー。登録登録登録チャンネル登録登録